皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、アメリカの動向をいくつかと、あとですね、ちょっと中国にやられてしまってるんじゃないかという懸念がある情報出てきましたので、えー、そちらですね、皆様と共有していきたいと思います。最後にちょっとだけヨタ話、あの、聞いていただければな、というふうに思います。では参ります。 よろししくお願いいたしますはい、まずはこちらのニュースですね。アメリカ・テキサス州のニュースでございます。テキサス州がですね、えー、なんと独立かというニュースが出てきました。えー、出てきましたけれどもお、これ、ニュース内容を見てみますと、えー、すぐに独立云々ということではないみたいですね。えー、テキサスの独立をするべきかどうかの、 合同暫定委員会を設置をするべきかどうかの国民投票ということでございます。えー、テキサスの独立の計画を立てるための委員会を作るかどうかを、まずはあー、州の皆さんにですね、聞いてみようと、えー、いうことですね。はい。で、これが、あ州の住民の方が賛成すると、まずはこの暫定委員会が作られて、 えー、独立に向けた計画書が作られて、えー、そこからあ議会及びまた、あの、州民の,の皆さんで投票をするということになるんじゃないかなと思いますが、えー、まあ、なんと言いますか、あのー、本気でですね、独立目指して突き進むぞというほどのところではないかなというように思います。で、今、バイデンさんがですね、あの、大統領令を乱発しております。 もうすぐ40ぐらいに行くと思いますけれども、トランプさんが大統領令出したときは、あの、民主主義国家なんだから、プロセスが大事だと。大統領令なんていうのは独裁国家がやるようなもんだからダメだみたいなことを言ってたんですけども、もう初日からブン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 飛ばしてるという状況でございますが、えー、これで,ですね、あの、国境の壁ですね、の問題であったりとか、あとエネルギー産業に対するですね、 えー、締め付けであったりとかというところで、テキサスは猛反発しております。で、その姿勢を、やはり、えー、連邦政府に、あのー、ちゃんと釘を刺すという動きも、の色彩もだいぶ強いのかなというふうに思います。で、なぜかというと、はい、こちらなんですけれども、バイデンさんがですね、大統領令出したばっかりなのに、全言撤回でございます。フラッキングは禁止していませんと、えー、言いました。 えー、全米ですね、石油協会が猛反発をしておりまして、えー、これ本当に止めたらあらゆる手段を講じて訴訟を起こすと、おかなり強烈なあ声明を出してるんですが、まあ、ひよった感じかなという気がします。ただし、えー、政府当局もですね、ど,、まあ、どれぐらいひよってるかわかんないんですが、えー、ひとまず、 何と言いますかね。全面的に OK という言い方もしてないんですよね。はい。なので、ここはちょっと時間をかけながら、せめぎ合いが起こるのかなとは思いますが、えー、しかしながらですね、えー、恋をあげるということがやっぱアメリカの社会って大事なんだろうなと思いますね。はい、えー。実際に恋を強く上げることで政府が動くというところですね。フラッキングはすでに動きましたので、えー、テキサスに関してもですね、えー、今の、おー バイデンさんの、ま、方針というところで、被る損害というのをなるべくやっぱり減らしていきたいということで主張しているという部分も大きいのかなというふうに思います。はい、えー、次の話題でございますが、えー、ドミニオン・イン・パワーですね。ハレルヤでございます。イリノイ州のデュページ軍というところで、えー、ドミニオン社の 透明性を防止する契約に署名したみたいなニュースが出てたんですよ。こちらなんですけれども、ゲートウェイパンディとですね、保守系メディアですが、えー、これだから中身を見ますと、なんか新しくドミニオン社と契約をしたという話ではなくてですね、2020年の1月の24日、ちょうど1年前ぐらいに、ドミニオン社と契約をして導入をしてるんですが、その契約書の中に、 とんでもない、あの、内容が入っていた、というニュースでしたね。で、それどういう内容かというと、えー、情報公開法に基づいて、そのドミニオン社の製品とか、その投票結果も含めた、情報を何か公開しなさいと、法に基づいて言われたときに抵抗してくれっていう情報があったんですよ。びっくりですけれども、えー、法定免除を勝ち取ってくれという情報がありまして、 さらにすごいのは、えー、その、情報公開法に対する抵抗で何かしら罰金が生じたりとか、えー、何かの、こう、費用が発生した場合、ドミニオン社が肩代わりしますよっていうところまで書いてあるんですね。はい、積極的に法律をないがしのしろという契約書だったというニュースでございます。はい。なんか困る情報でもあるんですかね。 ハレルヤということでございますが、はい、えー、ということですね、えー、次は中国の話題でございますが、えー、敵もなかなかあっぱれというニュースが飛び込んできました。こちらでございます。はい、えー、中国がですね、ニュージーランドと FTA 強化の協定に署名ということで、二国間協定ですね、自由貿易協定。えー に署名をしたということで、そもそも、あの、2008年にニュージーランドと中国って FTA をすでに結んでるんですよ。それが最初なんですけれども、その後この FTA を強化拡大していくっていう、その何回かの会合みたいなのがあって、えー、今回ですね、木材や紙製品の分野ですね、で市場開放を行うというような形になったと。ただし、えー、内容がですね、 TPP、TPP に準じた内容にするっていうことなんですよ。で、中国は TPP に今参加したいと思ってます。RCEP 発動して TPP にも自分たちが参加することで、この東アジアとか南アジアとかアジア圏の自分たちのプレゼンスを大きくしようと考えてると思います。具体的に言うと、中国への 対中依存度の、各国での対中依存度を高めて、アメリカの影響力を低くして、自分たちの言うことを聞かせようというふうに考えてると思います。その上で、その TPP と同じような条件でいくつかの国と結んでいくことによって、もう全然加盟できる体制ですよっていうのを国際社会にアピールしたいんじゃないかな。そこまで考えてるんじゃないかなというふうに思います。 で、もう一個ですね、このニュースを見たときにしまったなと思ったのが、えー、ニュージーランドというのは、うく協定という協定を結んでいます。続入ファイブアイズというものですね。えー、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド。で、オブザーバーとして日本とかも入ってますけれども、この5カ国というのが、いわゆるファイブアイズという、う情報共有協定を結んでいる。 国々になりますが、えー、そこで一番脆弱性が大きい国、弱い国というのはやっぱニュージーランドなんですよ。で、えー、ここ数ヶ月間ですね、えー、中国がオーストラリアをいじめまくっております。もう石炭も今止めて、自分たちが今停電してますけど、石炭だとか、まあ木材であったりとか、乳製品、肉、ロブスター、まあありとあらゆるものをですね、 え、止めていると。大麦もそうですね。いうことで、この動きが、えー、いわゆるクワッドですね。えー、自由で開かれたアジア太平洋構想、日本が、あの、頑張って主導したやつですけれども、今アメリカが主導してますけれども、アメリカ、日本、オーストラリア、インド。この4カ国で対中包囲網を構成しようとしてますが、 ここにくさびを打ち込むためにオーストラリアを狙い撃ちしているというのが、まあ、トスサン TV での考え方でした。で、おそらくそれは間違っていないんですが、オーストラリアを締め上げることで副産物が生じます。それが、ニュージーランド。ニュージーランドというのは、えっ、ー、とですね、貿易の20%ぐらいをオーストラリアに頼っています。でかなり密接なつながりのある 国なんですね。オーストラリアが疲弊すると当然ニュージーランドも影響を受けるし、オーストラリアが今されてることをニュージーランドされたらひとたまりもないわけですね。えー、なので、恐怖を覚えると思うんです。で、その上で、この FTA で雨も配ってですね、このファイブアイズの中でのニュージーランドっていう一角を崩しに来たんじゃないのかなと、いうふうに思います。 ただ、2008年からずっとやってる FTA の延長でもありますし、中国とニュージーランドのその経済依存関係よりも、ファイブアイズの草協定のその、関係性の方が強いはずなので、もしかしたら逆にニュージーランドは、今回の中国への接近を、に常時ですね、中国の情報をファイブアイズの方に提供していくっていうしたたかな考え方もあるかもしれませんが、 しかしながらですね、その経済規模が違いすぎるので、買う力ですね。要するに買う力が中国とニュージーランドでは違いすぎるので、ちょっと怖いなと思います。ちなみにニュージーランドの主な産業は落農ということになりますね。えー、フォンテラという会社がニュージーランドの貿易の4分の1を占めているそうです。輸出ですね、輸出の 一社だけで25%を占めてる。フォンテラという会社、ロゴマーク、こんな感じなんですけど、あの、フォンテラジャパンもある、ありますし、ロゴマーク私見たら、見たことあるなとっていう気がしましたね。えー、世界の乳製品の4分の1から30%ぐらいを、まあ、賄ってる超巨大な会社ということでございますね。はい。 ということでですね、ちょっとしたたかな動きをしてきたなというところと、あと、オーストラリアを攻撃していることで、ニュージーランドに影響がありそうだということがですね、こうやって出てくれば、そりゃそうだななんですけども、ちょっと予測できていなかったなというところで,ですね、ちょっと、えー、もう少し引き締めてですね、中国ウォッチしていかなきゃいけないなということを思いました。はい、ということで最後にですね、ちょっとヨタ話、ちょっとヨタ話なんですけども、 皆さんですね、バイデン政権っていつまで続くと思いますかねうん。えー、始まってすぐに大統領令を連発しております。で、おそらく今テキサスも反発、えー、大きくしておりますし、えー、あと、ずっと民主党を支えてきた、つまりバイデンさんの当選を支えてきたあ、労組ですね。労働組合も大反発してます。あの、カナダとのパイプラインに契約停止したので。 えー、さらに石油協会も大反発しています、えー。ということで、えー、就任早々ですね、えー、各方面から非難を受けるようなことを、バイデンさんが一手に背負ってやってるような感じなんですよ。なんか汚れ役をやってるような気がするんですね。そもそも、この大統領選にバイデンさんが担ぎ出されたのも、勝つためですよね、民主党が勝つために担ぎ出されたという側面が強いと思うんですね。 あまりにも左っぽいのが出てくるともう勝てないから。なんで、中道で名前の売れてるバイデンさんを立ててきたというふうに、まあ、あの、見てるんですけれども、その上で今嫌われ役をやってて、あと次元爆弾ですね。ハンター・バイデンさんの件があります。えー、皆さんもご存知の方も多いと思うんですが、ホワイトハウスの就任式の日に、バイデンさんがスピーチをしているときに、ある、とある人の別の人の男の人の声が割り込んできています。 で、そこで何を言ってるかというと、私はこの仕事利益に賛成しますと、いうことを言ってます。これを待っていましたっていう音声が入ってるんですよね。で、フェイクかなと思ったんですよ。そんなことあると思ったんですけど、公式のにあるんですよ。ホワイトハウスの公式の YouTube の動画でその映像消されていないんですよね。あの、修正されてる動画も別で出てるんですけど、うん。なので、 水面下でハンターさんの操作がかなり動いている可能性があります。ってなると、完全にですね、あとメディアもですね、ええー、一応、選挙が終わってからハンターさんの情報を大手メディアはそれまでひた確信したのを出すようになってきました。で、出した、ちょっと出した途端に、これを知っていたらバイデンさんに投票しなかったという人が、バイデンさんに投票したうちの1割も出てしまったんですよね。 とんでもない数ですよ、1割と言ったらですね。逆、あの、逆転してしまいますので。はい。えー、という状況で、そっからですね、あの、ハンター・バイデンさんの情報、大手さんは一回ポンと出して様子見て、そっからまたちょっと引っ込めてる感じなんですよ。はい。なので、変、変な言い方ですけど、変な言い方ですけど、いつでも、もうコーナーに追い詰められる状態で、バイデンさんは今、仕事をなさってるということです。コーナーに追い詰められるか。 状態で、それはメディアとか、あと捜査当局ですね。はい。ということなんですね。で、私前カマラアリスさん特集しましたけど、あの、ガー・ジンリーさんですね。ガー・ジンリーさんを特集しましたけれども、あの、ちなみに、えっ、ー、とですね、あの後ですね、ちょっと色々と調べてみましたら、えぇ、ー、2年、 2年以上ですね。例えば1年間でバイデンさんが大統領何か病気とかでできなくなりました。で、残りの3年カマラハルシさんがやりますってなると、えー、この2年を超えているので、この3年というのは大統領の任期にカウントされちゃうみたいです。なので、ハルシさんは、えー、カマラハルシさんはあと1回しか大統領選に出れないということになります。ところが、 二年未満であると、もう二回大統領選に出れるということになりますので、最長だと十年間、カマラハリスさんは、大統領になることができるということでございます。で、カマラハリスさん、精力的に今動いているというような情報は出てますけれども、まだすごい目立った動きというのはキャッチできていません。けれども、なんかちょっとですね、えー、気なくさいなと。もしかしたら、 メディアとかビッグテックさんが本当に支援している人というのはカマラハルシさんなのかもしれないなという思いがありましたの、ね、でちょっと最後にヨタ話挟ましていただきました。はい、ということで本日の内容は以上になります。ご視聴ありがとうございました。